新地町にやってきました。晴れていてとっても気持ちがいいです。紹介するお店があちら、屋根の下に大きく感謝と書かれています。とっても気になりますね。行ってみましょう。2005年創業のご飯処春。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、どうも、こんにちは。目に飛び込んでくるのがこのメニュー、インパクトありましてカラフルで素敵ですね。ありがとうございます。こちらはご主人が作られたんですか？そうです、私が、自筆で書いてます。はい、手書きで。手書きで、はい、わあ、素敵です。ご主人の大和田春夫さん、妻の美智子さん、夫婦2人で切り盛りしています。おすすめは海鮮丼ということで、早速注文してみると。楽しみ。はい、すみません、お待たせしました。ありがとうございます。もうお皿からはみ出ているほど量が多いです。すごいですね。こちらでお値段は？これで1300円になる。1300円。はい、震災前からの値段ですから、もう14、5年になりますかね。はい、はい。驚きなのはその値段だけではなく、え、これ何ですか？バナナ？バナナ。バナナが入ってるんですね。さらにバナナの後ろにかき揚げも。新しい食べ方もあってもいいのかなと。だからうちはこのパターンで14、5年 やらせていただきました。もう変わらずこの形で提供されてるんですね。はい、食べる前から驚きの連続でしたが、その味は？はい、ではマグロからいただきます。程よい脂が乗っていまして、口に入れたらトロトロとろけていく感じがします。はい、ありがとうございます。続いてはヤリイカ。こちらはただの刺身ではなく、ひと手間加えてあります。食感がいい。噛めば噛むほど甘みが出てきますね。この日の海鮮丼は6種類の魚介類が贅沢に使われていました。どれも新鮮で美味しいのですが、この一緒についてくる味噌汁も出汁が効いていて、ほっこり温まります。海鮮丼の味、値段にびっくりしましたが、さらに驚きのメニューが。カツカレーで、はい、どうぞ。これがカツカレー。はい、ボリュームがすごいですね。こちらにも味噌汁がついてきて、値段は1500円。ここで大久保の大盛りチェック。じゃじゃん、 1.7 キロあります。わー、すごーい。 1.7 キロ超えのカツカレー、その味は？いただきます。最初はマイルドなんですけれども、後味ピリ辛でとっても美味しいですね。コーヒーも入ってるんですよ。コーヒー、あと蜂蜜も入ってるし、日本の調味料の味噌なんかも入ってるんです、とんかつもカレーにつけて。うん、衣がサクサクで、お肉は柔らかくてジューシーで、ピリ辛のカレーのルーとよく合います。これ皆さんペロリと完食です。女子高生でも食べますよ。女子高生でも。あとは皆さんでシェアしていただいても結構ですし、はい、値段も味もそしてボリュームも大満足のご飯処春。最後に気になっていたあのことを聞いてみました。外の看板にですね、感謝と大きく書かれていましたが、その気持ちが料理にも表れているんですか？はい、震災もコロナも今までね、
乗り越えてこれたっていうのはお客様の一言二言また来るねとかやる気とパワーをいただいてるわけですから、やっぱりお客様には感謝ですよね。そういう感じでやっぱり値段は、続けて頑張っていきたいと思います。来てくれた人たちをお腹いっぱいに、ご主人の思いが詰まったカツカレーは番組スタッフみんなで美味しく完食しました。